デシャ特番11月28日アップデート情報公開。どうぞどうぞ。はい、どうも澤でございます。どうも丸でございます。デシャのエゴリさんです。はい、ということでね、とりあえずね、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。で、今回は、デスチャの、2周年イベントで、ね、オフラインイベントで発表のあった、シーズンイベントのお話になります。はい、はい、そうですね。シーズンイベントとして、はい、クリスマスをテーマにしたものになっております。はい、まずは、今回はワールドボスのご紹介と、はい、新規チャイト2体を、ご紹介したいと思います。はい、それでは、皆さんご存知なんですけど、新チャイルド、2体紹介していきます。そして、開発環境でプレイしておりますので、本番では変更がある可能性があるので注意してください。で、まずは、ジバちゃんですね。はい、ジバさんかな。ジバさん、はい、ジバさん。じゃあちょっと動かしていきましょう、うん、はい、こんな感じです。これいいですね。はい、人気投票というか、フェチ投票でおっぱいとね、はいはいはい、お尻が1位に取ってましたけど、これどっちも僕も思った、これ兼ね備えてますね。で、ね、ぽい、ぽいを持って、これ何なんだろう。なんかそういう伝統ものなんじゃない。伝統のものなんですかね。で、後ろトナカイですよね、これ、はい、クリスマスらしいというか、うん、うん。で、こちらの、ジバさんなんですけれども、火属性の攻撃型になっております。それではスキルの方も見ていきましょう。まずはノーマルスキルですね。対象にダメージを与え、自身に機敏性増加と。続きまして、スライドスキルですね。 HP の残りが最も少ない敵を優先して3体にダメージを与え、そして自身のバフの数に応じてダメージですね、こちら最大8個まで適用されます。アンド回復系バフ爆発ということで、最後にかかった回復系バフを1つ解除し、該当効果の種類によるダメージ係数に応じたダメージが入ると。そしてドライブスキルですね。敵全体にダメージを与え、回復系バフ爆発ということでございます。で、なんかワールドボスね、妨害型のイメージも強いと思うんですけど、はい、まあ、今回は攻撃型ということで、うん、まあ、たくさんバフがかかっていればそれだけスライドスキルのダメージが伸びるみたいな、そうですね、面白い性能を持ってます、うん、はい、まあ、特にバフが集まりやすい攻撃型にとっては、まあ相性のいい、まあ、効果なのかなと思うのと、はい、あとはやっぱり回復系バフ爆発、これを持ってるので、はい、相手がその持続系の回復系のバフを使っていたら、はい、まあ、それを削っていくような感じで、よりダメージが伸びやすいのかな。決して爆発させますからね。デバフ爆発だとデバフが消えちゃうので、ちょっと不利に働くバフもあると思うんですけれども、うん、今回の回復系バフ爆発は、まあ、回復が爆発するので有利なところが多い、うん、ただ有利で、これただ有利だよね。そうですよね、うん、こっちにとってはメリットだけなので、はいはい。で、ドライブスキル全体なんで、うんうん、確実に一つは爆発できる。そうです、ね、確かに。こんなかなりいい性能を持ってます。はい、それでは、続きまして、はい、オフラインイベントでも紹介しましたギルティネ、はい、こちらの方を紹介していきたいと思います。はい、はいはい、それではギルティネでございます。これめちゃくちゃデザイン好きなんですよ。おしゃれですよね、なんかちょっと。まあいいですね、ダウンかっこいいですね。で、これね、打ちます。あ、打つんですか。え、すごい、これすごいでしょ。ちょっとだいぶ動きますね、遠くにして。こんな感じで今まででもかなり古いな気がします。右に広いんだよな、こんぐらいありますからね。すごいですね、ちゃんと薬莢持ちてるっていうね、はい、かっこいいですね。まあそうですね、やっぱ雪国にスナイパー似合いますからね。うん、そうですね、はい、ということで、こちら、水属性の、補助型になっております。スキル見ていきましょう。はい、まずはノーマルスキルですね。対象にダメージを与え、気絶中または強打中の味方を優先して、2体の気絶および強打を確率で解除と。続きましてスライドスキルですね。対象にダメージを与え、水属性の攻撃力が最も高い味方3体のスキルゲージチャージ量の増加、そして、攻撃力の増加、さらにワールドボス時、高烈の水属性の攻撃力が最も高い味方を優先して5体にスキルダメージの増加と、モリモリです。モリモリですね。続きましてドライブスキル、ランダムで敵3体にダメージを与え、水属性の攻撃力が最も高い味方を優先して5体にノーマルスキルダメージ増加、そしてワールドボス時、高烈の水属性の攻撃力が最も高い味方を優先して5体に攻撃耐性でございます。フィーバー中該当のバフを付与されたチャイルドのみがフィーバー攻撃をするという効果になっております。
はい、でギルティニアはノーマルスキルの気絶、はい、解除、はい、そして水属性のスキルゲージチャージ量上昇、はい、まあ、こういうものがあるので、まあ、補助型らしく、まあ、仕上がってるのかなと。すごいですよ、いろんなことを、まあ、とりあえずいろいろやってくれる。すごいですよね。で、さらにワールドボス限定で、高烈の水属性5体にスキルダメージも上げられて、はい、ギルティニアを入れるだけでも、はい、ダメージが伸びやすくなるのかなと。そうですね、はい、すごい、すごいですよね。これすごいよね。めちゃくちゃありがたいですね。そこはまあ最も分かりやすい魅力なのかなっていう気はしますよね、はい、うん、水属性の攻撃力が最も高い5体で優先で PR タイムなので、はい、これは多分見てるだけで気持ちいいのかなと。まあそうですね、はい。ちなみに強打というワードがちょくちょく出てきますよね。こちらに関してはね、ワールドボスのバトルの方で詳しく解説したいと思います。はい、それではワールドボスの画面ですね、はい、まず報酬を、報酬、はい、まず、魔境商店の方ですね、はい、こちら磁場が、魔境商店の方で入手が可能です、まあ、いつも通りと言ったらいつも通りですけど、はい、まあ、嬉しい極まりないということなんです。そうですね。あとはブーストチャイルドの、はい、マフテトドザッタルも、ね、もちろん入手できますので、あのブーストチャイルドとして発表されたということはと思ってたんですけど、はい、やはりいらっしゃると。そうですね、まあ、ダヌもいますね、うん、まあ、こちらの足りない方はぜひこちらで、はい、あの限界突破としても使っていただければなと思います。はい、まあ、こちらクリスマスのコスチュームですかね。こちらそう、なんとギルティネさんにコスチュームがありますね、はい、うん、あと、ジバとギルティネの音声魔力も入手できます、はいはい、ありがたいですね。うわ、すごっめっちゃ決めてますね。いいですね、ブドウ高そうだけどね。ブドウとお酒かな。なるほど、なかなか渋い組み合わせ。楽しんでます。そしてギルティネすごい、浮いちゃってます。プールだけどね確かに浮いてる、浮いてますね。ということでこちらも入手できますよということなんですけど、はい、そしてトライアルミッションですね。はい、こちらも見ましょう。はいはいはい、あら、これもコスチュームですか。ですよね、クリスマスコスチューム2つあると。そう、千葉さんにもコスチュームを用意させていただいております。なるほど、出てると思うんですけど、はい、はい、こちらの2つがトライアルミッションの方は千葉、はい、で、魔境商店の方ですね、はい、はギルティネの、まあ、クリスマスのコスチュームが入手できると、うん、クリスマスとして特別ですね、はいはい、前回もなんか2体分あった気がしますが、まあ、特別だそうです、はいはい、ということでこちらがジバさんになります。来ました、戦っていきましょう、はい、気になるところもありますからね。そうですね、強打なんですけど、先ほど言っていただきました、来ましたよ、もう、もう来ました、もう来ました。なるほど、強打してます。止まってますね。なるほど、なるほど、動いてない。で、切れると動き出してますね、うん、うん、まあ、ほぼ気絶と一緒みたいな感じなんですかね。気絶と、あとスキルダメージ防御が下がる効果ですね。はい、ね、あ、じゃあ複合系のバフ、あ、デバフなんですね、はい、あ、まあそこをギルティネさんいれば回復できるよって感じなのか、うん、なるほど、なるほど。ただ、まあ、そんなに長い時間入ってないっぽいんで、まあ、なくても戦えはしますね。お、これ今ボコッと入りますね。そうですね、今なんか爆発マーク出たんで、これが多分回復系バフ爆発になりますね、うん、はいはいはい、で今、うん、マートだけ入ってるんで。なるほど、いっぱい入れると多分そうですね、その分爆発増えていく。ただ1個しか解除されないんでちょっと面白いやり方あると思うんですけど、ちょっと解除されるんでそこのケア必要かなって感じです。そうですね。で、ドライブスキルね、はい、見ていきましょう。お、可愛らしいですね。怒ったぽっ、おお結構恐ろしいもの出てきますけどで、これが全体なんですよ、全熱。なるほど、で、攻撃型じゃないですか、うん、まあ、ここちょっとね、気をつけないと。そうですね、その後爆発来るとドーン。はい、で、ギルティネのドライブスキル。あ、そうですね、すごい。お、え、めちゃくちゃかっこいい。うわ、すごい、シモヘイヘ、シモヘイヘ。で、あと水属性がね、フィーバーしてくれる。そうですね、かっこよさだけじゃないって感じで、使えるのでね、ぜひ当ててみてください、はい、というわけで本日の先行情報内容は以上になります。はい、とその前に、あら、その前に、まだ前にどうしても重要なことが一つ。はいはいはい、はい、こちら、11月28日のアップデートのメンテナンス後から始まる、はい、リザの課外授業という、なるほど、はい、イベントが始まります。はい、課題として、はい、いくつかクエストが、提示されますので、うん、そちらをクリアしていただくと、うん、その下に表示されている報酬から、
選んで獲得ができます。えこれもらえちゃうんですか一体。はい、ストーリー3回と通算30スタミナ。はい、えやば一部ええなんでこれオフラインイベントで発表してなかったっとっておきのネタとしてちょっととっておきですね。いやこれ嬉しい。だってクリスマスレアだとか効果とか言いますもん、はい、しかも、星6、レベル60、本当だ、キズナマックスで提供させていただきます。至れり尽くせりじゃないですか。嬉しいですもんね、イゾルデとか ね、やれてなかった人とか、はい、まあ、そうですね、はい、今回のワールドボスに合わせて水属性足りない方はまあ、効果とか、いずれに入れていただいてもいいのかなと思います。はい、まあ、シュリンクスもいますもんね。はい、すごいですね。意味わかんないです。ラインナップが豪華すぎます。これ怖いことに、1ゲーム、2ゲーム、3ゲーム、4ゲーム目って続いてるんですけど、はい。ちょっと順番に見ていきましょうか。はい。はい、このような形で、星4のチャイルドも、星6、レベル60。そして、いいですね。トートとか、エリシオンとか、はい。星4チャイルドに関しては、プラス6まで限界突破してます。これすげえ7体分なんですか。すごすぎませんか。はい、すごいわ。ちょっとああ属性ごとになってるんですね。はい、そうですね、使えますもんねこの辺。うん、いいですね。ああすごいわこれ。すごいです ね、どんどんこれ使えるキャラ取ってった方がいいですね。はい、はい、これいいですね。アンノーンさんもありますね。そして7次元目やっちゃった、また来ました。17マストですね。あ、すごい。そして一番最後に採点というタブがあるんですが、採点、はい、このような形で、1次元目から7次元目までの、成績によって最後の報酬にもらえる数が差が出てきます。 A プラ B D、 はい、 A プラ B D と分かれていまして、はい、うん、A ブラを取れるとか3個選んでもらえます、うん、3個ここから選べる、はい、選べないんですね。そうです、そうです。じゃあこれ絶対 A プラに目指した方がいい。そうですね。でも問題児でも、はい、一つもらえる D でもいい。まあそうですね、問題児であれば一つ、はい、まあ、これ水属性限定チケットっていう属性ごとのやつですもんね。はい、うわ、なるほど。あ、型ごとのね、型ごとのやつ、ね、なるほど、なるほど。3つか、これすごいですね。すごいわ。なのでワールドボスと同時にこちらもぜひ、はい、はい、ぜひプレイしてください。はい、ということでね、まあ全体通してあの始め時なんでね。そうですね、ぜひ、はい、ぜひあのお友達におすすめしてあげて、おすすめしてあげてください。こんなエッチなゲームあるよ。はい、ということでございました。はい、それでは今回の特番は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。